ピッ,ピットとはサーキットに設けられている競技車両の整備を行う施設である。レーシングチームの前線基地となるほか、レース運営者の管理機能も併設されている。レース中にピットで作業をすることを指すピットストップについても、この項で記述する。通常はコントロールラインが設置されるメインストレートの内側に存在するが、外側にある場合もあり、まに スウェーデンのアンデルストープのように地形の制約などでそれ以外の位置に存在することもある。本コースとピットエリアはピットウォールにより区分されておりピットロードを通じて出入りする。本コースからピットエリアに入ることをピットイン、ピットエリアから本コースに合流することをピットアウトという。ピットレインは競技車両とチームスタッフが接近しているため危険である。 ピットレーンを車両が通過する際には、警笛を鳴らして安全確認を促す。火災発生の危険性もあるため、消防設備が用意されており、燃料の保管は厳重に行われる。レース中のタイヤ交換などで各社が同時にピットストップする場合は、ピットレーンが混雑して危険度が増す。猛スピードでピットストップ作業を行うため、ピットクルーが跳ねられる。 引かれるタイヤや工具類が吹き飛ぶ燃料補給用のホースタンク類をつけたままマシンが発射するなどの理由で関係者や観客が負傷するアクシデントも起こる。1993年のロードレース世界選手権スペイングランプリでは 250cc クラスに出場した若い信幸がピットレーンに飛び出した観客を避けようとして転倒し死亡するという事故が起こった。 会市が1994年モナコグランプリよりピットレームの通過速度に速度制限を設けたことが契機となり2015年現在は多くのカテゴリーで速度制限が導入されているレース関係者以外の観客はピットエリアには入場できないただしチームの招待客はパドックパスを受け取ればパドックやピットガレージの屋上に入ることができる パドックパスはチームが運営側に事前申請して発行されるもので、スポンサーへの接待などに使われ人気がある。また、一般客へのサービスとして、レース開催前や開催後にピットレーンを開放する、ピットウォークという時間が設けられている。ピットガレージ前では、競技車両の展示やレーサーのサイン会、ピットストップ作業の速さを競うコンテストなどのイベントが催される。 レース中の反則については、ピットレーンを通過することで、課せられることが多い。ピットレーンは、制限速度が設けられているため、タイムロスをさせるのが目的である。レース中に競技車両がピットインする際、カテゴリーにより内容は異なるが、主に次のような作業が行われる。長時間走行する耐久レースでは、ルーティーン作業としてレース中に何回も行われる。 走行距離の短いスプリントレースでも燃料搭載量を軽くし新品タイヤに履き替えることでラップタイムをかることからピットストップ作戦が普及しているピットストップのタイミングは概ねタイヤの摩耗状況や燃料残量によって決まるがピットレーンの長さイコールピットでの所要時間やコースに復帰した際の他者との位置関係なども検討材料となるレース終盤まで ピットストップを遅らせ、わずかな燃料を継ぎ足す作戦のことを、スプラッシュゴーという。コース上では、コンマ数秒レベルの競り合いを行っているため、ピットストップでの数秒のタイムロスが、レース結果に影響することがある。マシンの性能やレーサーの技量とは別に、ピット作業では、チームの組織力が問われる。ピットストップ専用の装備を用意し、 訓練を重ねることもレースの一部である。ピットストップ作業を担当するチームスタッフはピットクルーと呼ばれる。マシンの整備を行うメカニックたちが担当し、役割分担が決められている。同時に作業できる人数は規定されており、一人で何役もこなす場合もある。給油時の火災発生などの危険が伴うため、ピットクルーには ヘルメットや防火スーツの着用が義務付けられている。フォーミュラ1の場合、決勝レース中、1回のピット作業で、約20人が、同時に作業する。1994年から2009年までの間は、決勝レース中に給油が認められていた。給油中入量が1秒あたり12リットル以下と、制限されていたため、ピットイン時間は早くても5秒、長い場合は、 ミスのない場合でも10秒程度かかっていた。以降はタイヤ交換のみとなり、所要時間は3秒程度となっている。トップチームは2秒台で完了する。他にタイヤ交換時のマシンの振動を防ぐために、マシン本体を抑えるものがいるチームもある。また場合によっては、インテークやラジエーターのゴミを取り除いたり、破損した部品を取り替えたり、 フロントやリアのウィングの角度を調整するなど様々なことが行われる。給油が許可されていた頃は以下の担当もいた。2008年頃からロリポップマンの代わりに信号機を設置し遠隔操作でドライバーに指示を出すチームも現れている。ジャッキ担当とタイヤ交換のインパクトレンチ担当、後続確認担当、そして給油があった頃は給油担当に作業終了。 安全確認を報告するスイッチが割り当てられており、すべてが押された時点で自動的に青信号になる仕組みである。その場合停止位置を示すのはタイヤ交換担当となる。スーパーフォーミュラではピットクルーの人数に制限はないが、プラクティスセッション、ウォームアップ、決勝レース中にピットレーンに出て作業を行える人数は6名までと制限されている。 またシュグナリングプラットフォーム、サインボードエリア、ピットォールスタンドに入れる人数は、マシン1台あたり4名までと規定されている。前身のフォーミュラ日本では、日本レースプロモーションの定める内部規則により、1台あたり最大8名、日本自動車連盟によるフォーミュラ日本統一規則では、最大12名と限られている。スーパーでは、 作業できる人数が限られていて、全員が同時に作業をすることが認められていない。また、スーパー GT は2名のドライバーで1台のマシンを運転するので、ドライバーの交代も同時に割れる。他に、フロントガラスを拭くなどが行われる。作業は、タイヤ交換と燃料給油は同時に行うことができない。しかし、前タイヤのみ、後タイヤのみの交換も可能である。 ナスカーにも、作業人数の限定があるが、全員での同時作業は認められている。しかし、ウォールの外側からの補助が可能になっているのが、特徴。作業時間は4タイヤチェンジで12から16秒、2タイヤチェンジで5から7秒、スプラッシュゴーで2から3秒かかる。ピットボックス内で作業を行って良いのは、以下の、計6名、上記6名以外の補助的なピットクルーは、 下記の通り。なお、リアタイヤキャリアがマシンのアジャストをしたり、ガスマンがタイヤキャリアを補助したりと、ピットボックス内での役割は、ある程度の自由が与えられている。ピット作業の統括責任者。ピット作業のみならず、レース全体の戦略立案を担う、ナスカーにおいては、ドライバーの次に、重要な役割である。優秀なクルーチーフはドライバーに勝るとも劣らぬ額の、 報酬が与えられており、ファンからの人気も高い。ピットウォールを越えて、オーバーザウォール指示、または作業することは禁止されている。高手りにおける、ピットウォールスタンドに相当する、2階部分に座席を、設けた車輪付きの大型工具箱。大きなものでは10人程度分の座席が設けられている。前列にクルーチーフ、エンジニア、カーオーナー等が座り、 レース状況やテレビ中継映像を中止しながら随時、ドライバーやピットクルーに指示を出す。ドライバーの配偶者が座っている光景もしばしば見られる。インディカーシリーズではピットロードに出て作業を行えるのは6人までと決められていて、一部のクルーには複数の役割が与えられている。またナスカー同様ピットのガレージ内、ピットロードとガレージを隔てるールの内側からの補助が 可能になっている。作業時間は通常6から9秒かかる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。